始まりは アジムと初めて会ったのは俺が初めてアジムに会ったのは関東地方に記録的な大雪が降った翌日のことだ。今転んだのは俺じゃないです。始まりはよく晴れた冬の朝、降り積もった雪が一瞬で溶けてしまいそうな気がした。いたします。ご利用のお客様はご乗車になってお待ちください。
つかないでくれる？礼ぐらい言え！見えた。おい、ひろすけ、3組の床水色だよ。お前当たり、絶対ピンクだと思ったんだけどな。食わねえならもらうぜ。何すんだよ、食うよ。お前、今朝女に会えなきゃってね。大丈夫大丈夫、気にしないで。大丈夫に見えるか、カズキ。しかし、かれこれ半年声の一つもかけられねえとはな。朝っぱらから駅や電車の中でなんて言って声かけるんだよ。あ、おはよう。僕は明光学園2年1組の中井戸博介。毎朝君に会いたくて遅刻ギリギリのこの電車に乗るんだってな。無理。本当は今朝そうするつもりだった。留学？さ、ウィーンあたりへ行っちまったとかさ。なんでウィーンなんだよ。だっていつもバイオリンのケースかなんか持ってたんだろ。でもってお嬢様風なんだろ。ああ、だったら決まりだよ。真相の令嬢、音楽の都へ留学。今頃はもう空の上だな。そうだったのか。そして二人に永遠の別れが訪れた。ここで作者が言いたいのは、優柔不断ではいかんということであり、好きなら好きと即言ってしまう。名前だけでも聞いておけばよかった。
よう、カズキ。前にしては上出来だよ。挨拶抜きでいきなり唇を奪うなんてさ。バカ野郎、いきなり嫌われちまったんだぞ。お前初めてだったんだろ。そうだよ。感想は？バカ、味わってる余裕なんて。柔らかかったな。それになんだか甘い香りが。すいません。大丈夫だよ。屋上で野球やるなよ。よし、決まり。ひろすけ、今夜コンパな。はあ？相手は女子大生2人組。俺たちは2人とも20歳。いいな。ちょっと待てよ。話は見えないぞ。ネットの掲示板だよ。まめに書き込みしてたんだ。気分じゃ。女の傷は女で癒す。なあ、膝がんだ。膝。大丈夫ですか？どういう屋上なんだ。へえ、いきなりキス？そう、めっちゃディープなやつね。名前も知らずに？そう、痴漢してからね。学校力だったんだよ。やるじゃん、ひろすけくん。情熱的。すずえ、情熱的って言うか。それで、どうなったの？引っ叩かれた。ほっぺついてるよ。このほっぺがね、往復ビンタでこんなに腫れちゃってなあ、ひろすけ。やだ、言ったぞ。うるへえ。気持ち悪い。こそごめん。あ、いいです、拾いますから。シロ、あ、痴漢。どういう意味ですか？なんかいいな。和むよね。あれ？何？すずね。アジム。アジム？あ、ほんとだ。ん？どうしたの？うん、なんでもない。
お疲れ、ハジム。ありがとう、マスター。風はすっかりいいみたいだね。うん、どうしてかな、ピタッと治っちゃったあの、マスター、私帰るね。あ、待って。君、まず鼻を噛みなさい。ありがとう、マスター。君に話があるんだ。私にはありません。今朝のことなんだけど。俺、君に痴漢なんか。あれは違うんだよ。誰かの。えっ、誰かのラケットが君のそのお尻に。あなた、いや、あ、キスのわざとじゃないんだ。バカ。待って、君の音。今朝のキスであの子の風邪をもらったみたいね。あなた、いや、バカ。これ以上ない嫌われようね。カズキと君の連れは？あの二人、意気投合したみたい。夜の海岸散歩に行くって。カズキのやつ手早いから気をつけた方がいいよ。って、もう遅いか。大丈夫よ。うちらこう見えてもガードは固いの。アジムヤスナ。え？あの子の名前、安心医って書いてアジム。去年の秋に転校してきたの。珍しい名前だから話題になったんだ。可愛いしね。私はクラス違うから喋ったことないけど、狙ってる男は多いみたいよ。あれ？だって君は女子大生に見えた？じゃあね、名誉挽回、頑張ってね。おやすみ。マスターに聞いといたよ。あの子は週2回、水曜と土曜に出てる。それと毎月第2日曜日には小波ヶ浜で歌ってるって。ありがとう。私、鈴江。竹本鈴江。よろしくね。俺、長い。仲井戸広介くん。おやすみ。次の日が7月の第2日曜日だった。愛してるの人を大切にして、いつまでもいつまでも一緒にいたいね。演奏の邪魔しちゃってごめんよ。まだ何か用なんですか？
君に分かってほしくて。その俺、分かりました。だからもうストーカーみたいなことするのやめてください。格上げかよ。君って分からず屋なんだね。俺、君のこと初めて見た時から。あんな形だったけど、君とキスできて、俺、誤解さえ解ければ死んでもいいなんて本気で。バッカみたいだよな。そう。そんなこと言われたって。やめて。何するの。俺、君に痴漢なんか。誤解さえ解ければ死んでもいいなんて。ごめんなさい。二人はこうして始まった。17の夏がやってくる。